塩川哲也君。日本共産党の塩川哲也です。政務三役と統一教会との関係についてお尋ねをいたします。最初に大串副大臣にお尋ねをいたします。大石副大臣が統一教会の関連団体と推薦確認書の用紙をその場で見て署名をしたという答弁がございます。この推薦確認書の相手方というのはどの団体か、推薦確認書を出された側の相手方の団体名は何か教えてもらえますか。大串内閣副大臣。世界平和連合だったと記憶しております。塩川君。世界平和連合ということで、この推薦確認書の文書そのものは、そのままサインをした際に、手元に残るのか、相手方が持って帰るのか、それはどんな対応だったんですか。大串内閣副大臣。はい、推薦確認書と、その推薦確認書の控えというものがございまして、確認書そのものは、先方が持ち帰るということになっております。塩川哲也君。その場合に、その推薦確認書については、外部に公表しないという約束っていうのがあったということなんでしょうか。大串内閣副大臣。はい、推薦確認書の中に、これは公開するものではございませんという一言がございました。塩川哲也君。それはなんか、出すのがまずいということなんでしょうかね。どういう理由なんでしょうか。大串内閣副大臣。その趣旨は存じ上げませんけれども、一般に政策協定書などはあまり公開されないのではないかと認識しております。塩川哲也君。それは団体によっていろいろだと思いますけれどもね。分かりました。そうすると、その大串副大臣の場合について言えば、推薦確認書に、署名、をして、でその用紙そのものは相手が持って帰り、で控えの方が手元に残ったと。そうすると推薦確認書の控えと、それから推薦状については手元に残っているということでよろしいですか。大串内閣副大臣。はい、さようでございます。塩川哲也君。先日の理事会でも少しこの協議の問題がありましたけれども、やはりこういった推薦確認書の控え、また推薦状については、ぜひお出しいただきたいと、このことを求めておくものであります。木原副長官にお尋ねをいたします。木原副長官は、世界平和連合から推薦状を受けたことを認めております。で、推薦確認書については、推薦確認書を交わしたという事実は確認されなかったというご答弁でした。推薦確認書を交わしたという事実は確認されなかったということなんですが、推薦確認書そのものについては、相手側から示されたものだったんでしょうか。以上。木原内閣官房副長官。お答えを申し上げます。先日の委員会でも申し上げましたとおり、推薦確認書についてですが、事務所のさまざまな資料の確認、また事務所スタッフへの聞き取りを行いましたが、そのような文書を交わして事実は確認されませんでした。そして同日の委員会で別の委員の方からのご指摘、ご質問もございましたが、推薦確認書の提示につきましても、そうした事実は確認できなかったと、こういうことでございます。塩川哲也君。この大串副大臣の答弁にありますように、推薦確認書のサインと、推薦状が、一体で行われてきているといった事例もあるわけですので、それが他はどうなのかといったことについても、きちっと明らかにしていただきたいと思っております。それから木原副長官におきましては、統一教会関係者が関与した後援団体であります清政会についてお認めとなっております。井野防衛副大臣が他の委員会での質疑の中で、統一教会関係者が関与した後援団体である井野防衛副大臣に関わる俊政会について、接点が疑われるのは良くないとして解散するように指示したということですが、木原副長官のこの清政会についてはどうされるのか、解散を指示するとか求めるとか、その点についてはどうでしょうか。木原内閣官房副長官。はい、
お答えをさせていただきます。先日、委員との、やり取りの中でも申し上げたとおりでありますが、繰り返し申し上げますが、この会につきましては、自民党の有志の方から地域の知り合いの皆さんを集めて、政治経済の勉強会をやりたいと、でその際に日程が許せば国政報告会をやってもらいたい、こういう話が私の事務所のスタッフに寄せられて、その有志の方々によってスタートした会と、こういうことでございます。そして、こうした経緯でスタートした会でありますので、私がその解散をさせるとかですね、それから、解散すると、申し上げると、こういう立場にはないと、このように思いますが、今、委員のご指摘にもありましたとおり、今後、やはり疑念を持たれると、抱かれることがないように、私自身はこの参加を控える、参加をしないと、こういうことにさせていただきたいと、このように思っております。塩川哲也君。自民党の地方議員の方が関わっているそういう団体でもありますので、そういった際にこういった団体そのものについてご縁を切るといったことは木原議員の後援団体ですから、そういうことについてご遠慮を込みたいということはあってしかるべきだと思いますが、いかがですか。木原内閣官房副長官。まず設立の経緯は先ほど申し上げたとおりであります。加えて、そのさまざまな活動も先ほど申し上げたとおりでありますので、私が申し上げたことはですね、私が何かこの会をやめろとか、それから解散しろとか、解散すると申し上げる立場にありませんが、私自身は繰り返して恐縮ですが、この会にはもう参加をしないと、こういうことで対応させていただきたいと思ってございます。塩川哲也君。井野防衛副大臣との対応との違い、さまざまな反社会的な問題を起こしてきている、こういう団体との関わりが問われているときに、そういった後援団体について、そのような対応でいいのかということは、厳しく問われるということを申し上げておくものです。尾崎政務官にお尋ねいたします。統一教会関連団体の会合等に出席をしたということですけれども、統一教会関連について、どのような接点があったのか、ご説明いただけますか。尾崎内閣府大臣政務官。お答えいたします。その会合の出席ということでありますけれども、高知の教団施設におきまして、昨年の衆議院選挙前、10月17日でありますけれども、対外的なイベントではありませんが、15人程度の方が集まっている場で挨拶を行わさせていただいたものでございます。塩川哲也君。この高知の教団施設というのは、世界平和統一家庭連合の高知家庭教会ということでよろしいでしょうか。尾崎内閣府大臣政務官。そうです。塩川哲也君。統一教会そのものの団体ということであります。で、誰の呼びかけで、どういうつながりで挨拶に行くことになったんでしょうか。尾崎内閣府大臣政務官。私の知人の方がおいでになりまして、その方のお誘いを受けて、支部役員の方にご挨拶に行かせていただいたことがあります。役員が交代したからということで、もう一回ご挨拶に行かせていただいたことがあります。そして、この10月ぐらいの段階になりましたときに、女性の信者の方が集まっておられるので、挨拶したらどうかと言っていただきましたものですから、お伺いをさせていただいたということです。こういう形で接点を持ちましたことは、本当に認識が甘くですね、私といたしまして深く反省をし、お詫びを申し上げなければならないと、そのように思っておるところであります。塩川君。推薦確認書について見たことがあるか、サインなどを交わしたことがあるか、また推薦状について、受けたことがあるか、この点についてはいかがですか。尾崎大臣政務官。推薦確認書について見たことはありませんし、署名したことはありませんし、そして推薦状をいただいたこともございません。塩川君。統一教会関係者から選挙支援を受けたということはあるでしょうか。尾崎大臣政務官。選挙支援を受けたことはございません。塩川君。
井野防衛副大臣の俊誠会や木原官房副長官の清正会のような、まあ、統一教会関係者が関与した後援団体はありますか。尾崎大臣政務官。私の知り得る限りございません。塩川君。まあ、統一教会本体の団体に挨拶に行ったということでも、まあ、選挙前という時期でもありますし、まあ、その関係というのは厳しく問われなければならないと言わざるを得ません。中野政務官にお尋ねいたします。この議員になる前に知人の集会で集会挨拶に行ったということをお答えになっておりますけれども、まあ、どのような集会にいつ行かれたのかについて説明いただけますか。中野大臣政務官。お答えさせていただきたいと思います。議員になる前の令和3年、10月16日に、数ある政治活動の一環として知人の紹介で、教会の30名程度の集会に、ご挨拶にお伺いをさせていただきました。以上でございます。塩川君。令和3年10月16日教会の30名程度の集会に参加をされたということですが、それは教会というのは、統一教会、まあ、世界平和統一家庭連合の川越教会とか、そういうところということでよろしいですか。中野大臣政務官。お答えいたします。川越にあるそういった教会施設で、ご挨拶させていただきました。まあ、統一教会本体の施設に挨拶に行ったということであります。合わせてこれまでご説明している中で、まあ、当選の御礼挨拶でクリスマス会に行き挨拶後に会場を出たということがありますが、こういった事実は終わりなんでしょうか。中野大臣政務官。お答えいたします。このご挨拶につきましても、令和3年の12月19日の教会のクリスマス会がありまして、知人の方から、ご挨拶に行ったらどうだというお誘いを受けて、ご挨拶に行かさせていただきました。塩川君。この12月19日の集会については、これは主催団体、会場等は先ほど言っていた世界平和統一家庭連合の川越教会に当たるということでしょうか。中野大臣政務官。お答えいたします。同様の川越の教会の施設でございました。塩川君。選挙前に統一教会に挨拶に行き、で選挙後に統一教会に挨拶に行くということになれば、選挙支援ということがどうだったのかは問われるんですが、選挙について、まあ、電話がけなどの支援を受けたことが終わりでしょうか。中野大臣政務官。お答えさせていただきたいと思います。旧統一教会の関連団体の関係者から選挙支援という形でご支援をいただいたという受けたことはございません。塩川君。じゃあ前後して選挙前に挨拶に行き、選挙後に挨拶に行くと、それ選挙と関わりなく行かれたということですか。つまり統一教会に深いご縁があるから、統一教会との関係で深いご縁があるので挨拶に行ったということなんですか。中野大臣政務官。お答えさせていただきます。まあ、いわゆる政治活動の一環として一団体の知人の紹介でご挨拶にお伺いをさせていただいたという経緯でございますので、ご理解いただきたいと思います。はい、塩川君。推薦確認書、推薦状について、交わしたことや受け取ったことはどうでしょうか。中野大臣政務官。お答えさせていただきます。
関連団体の旧統一教会の関連団体との推薦確認書並びに協定書は交わしたことはございません。また推薦状も受けたことはございません。承確に申し上げます。時間が参りましたので経過してますので、はい、終わりますが、官房長官をお聞きできず申し訳ありません。ただこういった事実関係について聞けば聞くほどいろいろ出てくるわけですから、政府としてしっかりとした調査を行いということを申し上げて質問を終わります。